はい、ちゃんくん、おはよう。今日は朝から雨が降っていて、まおいママさんは大ショックです。なぜなら、昨日の夜干した洗濯物がまだ物干しにかかっているからです。洗濯のし直しかしら。うん、でも今朝の朝一番の予報では日本中のあちこちで豪雨が降ったり止んだり、うん、すごい赤いやつがね点々と動いてる。また赤いのが来そうだよ。こいつこっち行くかな。でもこの辺にもいるからね。ショック。まあちょっと今日は信用できないと思った方がいいね。はい、ジャン君は雨の日はどう過ごすんですか。寝て過ごしますか。猫が耳を撫でると雨が降ると、言うらしいよ、ジャン君。撫でないね。ポンちゃんもいたのかい。みんなでたこね。はい、儀式終了。ジャン君、ポンちゃん、なんか可愛いんです。呼ばれてるよ。ママの方見ちゃった。ジャン君、こっち見よ。はい、ポンちゃん泣いたな。よかったね、ポンちゃん。おっ、どうした。ポンちゃん、かわいい。どこから見ても。ポンちゃん、お洗濯物は無事でした。よかったね。雨は降っていたけど、雨にやられてなかったということで、一件落着。楽譜をいっぱい出しているところに集まってきました。キャン君、ポンちゃん、ちょっと邪魔か。
かしますか。あ、これは乗っていたいんだね。ジャン君は何かに、あ、ジャン君、ポンちゃんは何かには乗っていたいんだね。これ乗る？いや、これ。どうぞ。はい、どうぞ。ジャン君は、あ、挟もうと思ったのに。ジャン君、おいで。いいな。よいしょ。ポンちゃん。今日もオープンマイクです。時間は10分前ですので、少し早めに着きました。ちょっと時間調整してから行くかな。このシンボルになっている時計塔の周りは、コウモリが飛び交っています。ポンちゃん、ただいま帰りました。11時半ぐらいですかね。遅くなってごめんね。そしてジャン君、ただいま帰りましたが、ご飯ですね。2人ともぐっすり寝てたようです。人が帰ってきたので行動し始めましたが、まだ寝ぼけですか、この人たちは。ジャン君、ジャン君、ただいま。はい、おいで、はい、おいで、おいで、いらっしゃい。ジャン君、あれ？そっち行っちゃう。よいしょ。さて、明日はまた今度は、家でライブですね。生配信をやって、その後、夜はフォークソング同好会行ってきます。その前にちょっと誘われたので、マウンテンレコードというとこですね、中古屋さんのとこに、ギタリストさんいるので、そこでちょっと話でもしようということにもなっています。ミュージシャンみたい。